クロス40周年が到来、あとレッド東京タワー初日に行ってまいりましたので、入場特典のクリアファイル、謎解きの冊子、とっても楽しかったです。皆さんこんばんは、マクロス大好き芸人マジカルファンタジーの門真です。よろしくお願いします。今回はですね、ババン、マクロス40周年が到来、あとレッド東京タワーに初日に行ってまいりましたので、その時買ったトレーディングブロマイドを開封していきたいと思いまーす。うわー、5枚購入いたしました。ちらっと見えてるかと思うんですが、こちらシリルとバサラさんが推しなんですが、バサラさんはですね、フォロワーさんのご尽力により缶バッジ、ブロマイド、キーホルダー、コースター、すべて揃うという奇跡が発生いたしまして、いや、本当にありがとうございます。靴下も朝から並び、バサラとシリルゲットしております。今回開封するブロマイド以外のこういうグッズ買ったよっていうのは、海外用チャンネルでしようかなと思っておりますので、よければ海外用チャンネルもチェックしていただけたらと思います。こちら入場特典のクリアファイル、こちら謎解きの冊子でございます。カルマのおつむが弱すぎて入場の制限時間以内に解けずだったんですが、とっても楽しかったです。そうですね、言い忘れてたんですが、ブロマイド推しのシェリルをゲットしたいと思います。缶バッジと迷ったんですが、東京タワーが映っているので、ブロマイドだと、なのでブロマイドにいたしました。はぁ、シェリル、シェリル、お願いします。じゃあ参ります。はい、ではこちら開けていきたいと思います。シェリルとネイさんがカラメさん推しなので、シェリルとカラメさん目指したいと思います。それではドキドキの1枚目参ります。シャシャーン、ドキドキ。いやー、本当にすごかったです。東京タワーコラボ、めちゃめちゃ素敵マクロス空間になっておりました。あ、怖い、靴怖い。では1枚目参ります。せーの、はい、そして後ろには東京タワー、バーン、スカイツリーの時のコラボを思い出しますよね。やばい、推しが出てくれた急にデレデレしだすというはい、1枚目バサラさんでした。ボンバー、ありがとうございます。では2枚目参ります。ワルキューレは止まらない、ワルキューレは止まらない、ワルキューレは止まらない。さ、運命の2枚目でございます。毎回運命なんですけれども、せーの、はい、あー、ランカちゃんだかわいい、まさにバレンタインデートの待ち合わせをしているかのような立ち姿、こうバレンタインデート、東京でじゃない、東京タワー行こうよアルト君みたいな感じじゃないですか、しませんか、妄想ですか。いや、
ちょっとチラ見せ封筒もありがとうございます変態はい、ランカちゃんでした。おー、でもランカちゃんが来たということはやっぱここランカちゃんに呼び寄せられてシェリルが出てくれるんじゃないですかね。3枚目ね、シェリルさん圧をかけていくタイプはい、では3枚目そろそろ出さないと、そろそろ出さないと不安なので、出ていただきたいです。ちょうだい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 、シェリルのブロマイドもっとちょうだいさあ参ります、せーの、はい、あー、ローミクロさん、デルタの星ミクロさん、やばい、結構熱いよ、結構熱いよ。え、おバサラ出て、デルタの好きなミクモさん、いや、みんな好きですよ、みんな好きですよ。はい、特に好きなミクモさん、美しい。待って、こんな肩の出てるドレス美人じゃないと着れないですよ。シュワー、あ、ミクモさんこれどうなってるの、長いスカート、え、長いスカート、あ、ここは裾だ、かっこいい。東京タワーは神秘ということで、3枚目みくもさんでした。でもこれはバサラみくもさんが来て、そしたらもうシェリルでしょう。はい、4枚目でございますよ。4枚目こそはシェリルと信じて、シェリルシェリルシェリル、はーい、みんなが呼んでくれればいつだって奇跡起こるわ。あ、引っかかった、はい、いきます、シャン、せーの、シャン、あ、ミクモさんだ、ダブルミクモさんだ、保存用ができた、すごい、2人いるまんまのこと言いましたけれども、あ、いや、もう1枚しかない、いや、嬉しいけど、嬉しいけど、もうシェリルまで1枚しかないよ、最後は、いや、やばりここは見せ所というものが、分かっているということで、最後の最後シェリルさんと信じて、よし、よし、よし、気合い入れて参ります。おいしょ。ハレルヤで世界は変わる。はいはい、UFO みたい、夢みたい。でまたちょっと引っかかるという、はい、はい、泣いてもらっても最後の一枚でございます、せーの、はい、あー、ミレイヤちゃん待って、ファイヤーボンバー揃ったんですが、ファイヤーボンバー揃ったんですが、おー、嬉しい、これはこれで嬉しい。まあ、トドの、つまり、マクロスキャラ、誰が出ても嬉しい。まあ、ちょっと、シェリルならずは残念でございましたけれども、ファイヤー、ボンバーということで、ありがとうございます。バーディーストーリー、先の見えないストーリー。はい、結果は、このような感じで、ございました。ミクモさん2人、バサラ、ミレーヌちゃん、フランカちゃんでございました。うわー、素敵、嬉しい、こちらの東京タワーのイベントは2月の26日まで、開催されているということなので、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。パネル展示だったり、謎解き
だったりとアクションだったり、ぜひチェックしてみてください。それとですね、現地でお会いできたフォロワーさん、皆さんどうもありがとうございました。話しかけてくださったり、一緒にちょっと回ったりしてくださった方、本当にありがとうございます。またあとでって言ってそのまま交流できなかった方、すみませんでした。また他のイベントやライブの時はよろしくお願いいたします。それではチャンネル登録、グッドボタン一人でもしていただけたら嬉しいので、よければよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。ファイヤー、ブンバー、レッド東京タワーコラボ、あっちぜ。もうバザーだったら、バイバーイ。